さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。今回はですね、カービングターンに入るプレターン、そして1ターン目、この入っていく時の動作動きをちょっと解説したいなと思います。この動画がつま先側の斜角行からヒール1ターン目、そしてつま先側って入っていくところなんですけれども、初速がまだそんなについてないので、切り替えの時に体を大きく動かすのがやりづらいんですよね。バランス取りづらいので、見ていただくと切り替える時に足元で板だけ返して、その後に体動いてくるっていうようなタイミングになってます。足元でエッジの切り替え先に作っちゃって、その後に体を入れてくる。トーサイドに行く時にも足先でつま先側の位置かませるを先にやってから、その後に体の動きっていう風に、板と体の動きにタイムラグをつけることによってバランス確保しながらしっかりと板を立てていくっていうのが可能になっていきます。